どうも。今シーズンの夏の移籍市場、ミランからジェノアに行った選手多すぎ。で、おなじみレオザフトボールでーす。さあ始まりました、ニュースザフットボール。こちらの動画は世界中のサッカーニュースを私レオザフットボールが独断と偏見でランキング付けをしてコメントさせていただくといった、そういった動画になっております。よろしくお願いします。というわけで、お昼にサッカーアルバムね作ってますっていうのでですね、クラウドファンディング始めますっていう動画アップさせていただきました。まだ見てないという方はそちら一度でもね、ぜひともご覧くだされば幸いです。というわけで行きましょう。第5位、リバプールのクロップ監督、新戦力を明かす新しい選手を見つけた。というわけで、クロップ監督がこういう風にコメントしています。このプレシーズンで私たちは新しい選手を見つけたね。アルベルト・モレノは完璧にプレーすることができる。ロバートソンもポテンシャルを見せつけることができた。彼はまだ 100% フィットしてないが、攻撃の局面で脅威になっていたんだ。というわけで、はい、ハルシティから、加入したロバートソン、新しい選手ですね。ただここで挙げてるのはモレノですね。モレノの出来が非常にいいということで、新しい選手を見つけたっていう風に言ってると思うんですけど、ただモレノに関しては、別にね、ずっと長く怪我してたとかですね、ユース上がりとかそういうわけではなく、昨シーズンも普通にいて使われなかったんで、なんでですね、昨シーズン戦力に加えてなかったよっていう風に、公に言ったみたいな、そんな感じにね、僕は、ちょっと受け取ってしまいました。あ、これはもう新しい選手だなっていうね、ずっといたんですけど、僕もね、実際練習見た後、モレノすごい優しくて、今シーズンね、応援しようと思ってた、矢先にですね、プレシーズンマッチでめっちゃ活躍して、すごく嬉しくて、それでですね、こういう風にもコメントしています。ジェームズ・ミルナーはミッドフィルダーとしてプレーできる。今回に新しい選手が来なくても、私たちには新しいミッドフィルダーがいるんだ。というわけで、ミルナー、僕ですね、ずっと中盤で使ってほしい、アンカーの選手がですねいなかったらミルナーを中に入れてモレノ使うのはダメなのかな。でも確かにモレノの守備やばいけどっていう風に言ってましたけど、実際にですねこれによってロバートソンを獲得して、なおかつモレノが計算がね、立つっていう風になったってことで、ララーナの離脱が2ヶ月から3ヶ月っていう風にね、報道によってばらつきがありますが、開幕間に合いませんね。でヘンダーソンの病気も、どう治るのかっていう感じで、いつ治るのかっていう感じなんで、そうなると僕はですねファンダイクの獲得の噂がやっぱり上がってるじゃないですか。一回諦めましたけれども、やっぱりですねいろんなチームが名乗りを上げた中で、結局リバプールが、ファンダイク練習参加してないよね、じゃあ売るんだったらあの時はごめんなさい、一番うちがお金出しますみたいな感じでやるって話したと思うんですけど、そういったところで31日まで狙ってるのは、ナビゲーターが取れなそうな以上もうファンダイクだと思うんですね、リバプールは。ってなるとファンダイクですね、どの時期に加入するか分かりませんが、ファンダイクと、マティプのセンターバック2枚だけじゃなく、ロブレンも使って、3バックって形でですね、で、左に、ウィングバックの方がモレノの守備力っていうのはごまかせますから、モレノ左の右にアレクサンダー・アーノルドか、もしくはクライン使って、で、中央にですね、アンカーをやってうまくいってたワイナルドゥムとミルナー、この2人を使って、3トップにですね、もしコーチーニョが移籍しても、マネとサラーとですね、フィルミーノ使えますし、ね、まあ、コーチーニョ移籍は僕はね、もう 99% ないと思うんですけれども、この市場ね、何があるかわかんないね、特にこの夏は何があるかわかんないんで、こういったシステムも考えられると思いますし、コーチーニョが残ったらそれはね、ミルナ、ワイナルドゥム、コーチーニョって感じの開幕戦の中盤、まあコーチーニョ怪我で出れないかもしれませんけれども、フィルミーノ1列下げてソランケっていう選手がですねチェルシーから加入して、僕が直接見たプレシーズンマッチでもすごくいい働きをしてて、得点も決めましたし、昨日も決めたんだったかな、すごくね、いい選手で、もうフィジカル強くてキープ力あって前にどんどん飛び出していく選手なんで、なんとこういった選手たちね、どういう風にリバプール使っていくのか、 OB のジェラードが優勝予想ね、マンチェスターシティにしててリバプール2位だったのはちょっと笑いましたけれども、今シーズンのねクロップ監督のそういったね、選手起用の手腕注目していきましょう。というわけでいきたいと思います。第4位、ベンゲル監督、ウィルシャーが退団を許可する、どこかでチャンスを。というわけで、はい、ウィルシャーですね今シーズン戻ってきて、使われるのかと思ったら、今シーズンのね、編成会議みたいなのが行われて、まあ、ウィルシャーの退団が決まったと。今ちょうど撮ってる時にですねコミュニティシールドやってまして、それ我慢しながら撮らなきゃいけないの辛いんですけれども、このウィルシャーね、出ていってしまうということで、中盤の選手カソルナの怪我が長引いていて復帰が未定なので、そうなるとコクラン、ジャカ、ラムジ、エルネニー、そして新戦力で噂されるセリですね、こういった選手たちが、話上がっています。まあね、ラムジーがずっと使えてて、そのねコンディションがどんどん上がっていけばいいんですけど、そうじゃない状態だとですね、やっぱりカソルラがいない状態、これがですねすごくアーセナルのやっぱチーム作り、エジルが下がってこなきゃいけなくなるんで、カソルラいないと相手のプレスがきついと。なんでそういったところで剥がせる選手が必要なんです。
ですけど、セリっていうのはですね、チャビっぽくいいところにポジションを取ってですね、そこからパスを散らすっていうのはうまいんですが、ドリブルで1枚2枚剥がしてっていうような、そんなですね強引さがある選手ではないんですね。そういったところでちゃんとですね、ポゼッションの時のメカニズム、選手同士がですねちゃんと距離感保たないとセリみたいな選手はですね生きないんで、その辺セリを取った後のアーセナルがどうなるか、注目していきたいと思います。というわけでいきましょう。第3位、レアル、ムバッペ獲得ならベールの移籍容認へ、というわけで、なんでこのニュースをですね、前からねよく取り上げてますけど、今もう一回取り上げたかと言いますと、ムバッペはですねベールを取るにしても取らないにしてもモラタを出したんで、僕はね、狙ってるっていう風に考えてるんですね。右サイド、ベイルとイスコが、争ってる状態、左がですねクリスティアーノ・ロナウドとマルコア選手を、この選手が争ってる状態で、中央はですねベンゼマとそしてムバッペで争わせて、もしかしたらクリロナ中央のムバッペが左っていう形になるかもしれません。この辺はマドリーかなり流動的にやりますので、なんでそういったところで、ベイルとムバッペのところは、関係ないと思います。ベイルが売られるとしたらですね、イスコの方が僕関係あるのかなっていうふうに思ってまして、プレシーズンマッチでの序列、そういったところでですねイスコが不満を持ってるっていう話も出てきています。昨シーズンね、リーグ優勝と、チャンピオンズリーグ、この2つのねタイトルを取ったのはイスコの力大きいと思いますんで、そういったところで、イスコの機嫌を損ねないためにもですね、移籍したいって言われないためにもベイルを放出する、今だったらユナイテッドが高いお金で買ってくれますので、そういったところを考えてるのかなっていうふうに、思って、このニュースを取り上げました。というわけでいきましょう。第2位、ダニアウベス、ネイマールからパリサンジェルマンに加入するよう勧められたというわけで、はい、この移籍ですね、ダニアウベスがですねパリサンジェルマンで、先に加入してましたんでネイマールを誘ってたんじゃないかって言われてるんですけど、実はちょっとね話が違くて、こういう風にコメントしています。ダニアウベスのコメントです。彼からパリサンジェルマンに行くよう勧められた。僕はユーベを退団したいと言った。すると彼が自分はパリサンジェルマンに行くことを考えていると話したんだ、というわけで、これですねラジオを見てらっしゃる方、ラジオ聞いてらっしゃる方ですね、僕らの、僕と神奈川さんのラジオを聞いてくださってる方はあーってなったと思うんですけど、神奈川さんとですね、ネイマールが、ダニアウベスを取ってくれっていう風に言って、パリサンジェルマンが取りに行くっていう、そういったパターンあるんじゃないかっていう話をしてたんですね。それが実際に起こってたとね、こういったね予想が当たってることもあるんだなっていう風に思いまして、実際にね、マンチェスターシティの方がダニアウベスを誘ってたと思うので、そういったところでですね、パリサンジェルマンがネイマールの希望を聞いて横からね、持っていったっていう、そういう形なのかなっていう風に思います。そしてですねこのニュースと、合わせて紹介したいのが、ベルナード・シューバが、ムバッペに、シティに来てほしいっていう風にいうコメントを出してますね。これはクラブが決めることだけどって言ってますけど、シティに関しては、モナコのベルナード・シューバとメンディが移籍しました。そう考えると来シーズンどこ行くみたいな話をですね、ロッカルームだったりとかプライベートで、この選手たちがした時に、あ俺はシティ行くよ、俺もシティ行くよ、じゃあお前も来いよみたいな感じで、ムバッペのことを誘ってるんじゃないかなっていうパターンもあるかと。逆のね、ネイマールパターンみたいにムバッペ取るために、シティがですね、メンディ、ベルナルド、シューバー取ってたっていうパターンはないと思いますけれども、ほぼっていうかもう 100% ないでしょう。それはないと思いますが、ただね、こういったね、気の知れた同僚が2人もいるチームだったら、レアルマドリードよりも馴染みやすいっていう風に考えて、ムバッペが選ぶ可能性は全然あると思いますし、シティであるっていうね、ステップアップの方法っていうのも、ムバッペの頭の中に描かれててもおかしくないなっていう風に思いますので、ここで紹介させていただきました。では、行きましょう。最後、第1位。バルサ、何が何でもディバラ、ゴメスとラフィーニャを差し出す、というわけで、ディバラのためにですね、ディバラを獲得するために、移籍金180億、もしくはですね、その100億以上の移籍金に、プラスアンドレ・ゴメスとラフィーニャを差し出すっていう、そういったニュースなんですね。アンドレ・ゴメスに関しては僕にわかに信じがたい。バルセロナでね、最初のシーズンでうまくいく選手なんて本当限られてますから、2年目の飛躍っていうことを考えるとアンドレ・ゴメス全然あると思いますし、そういったところでラフィーニャですね、ラフィーニャに関してはブラジル人がどんどん抜けてってますね。バルセロナ、ダニア・ウベスが抜けてネイマールが抜けてって感じなんで、このラフィーニャ放出のタイミングとしては、できすぎてる感じかなっていうふうに思いまして、プラスですね、昨シーズン 3-4-3、監督やりましたけれども、343の右ウイングに入ったのがラフィーニャでしたね。そしてトップ下にメッシが入りました。ディバラが来てここに入る場合ですね、メッシと右ウイングのポジションを交換しつつ中央に入ってみたいなですね連携が見れるとしたらすごく面白いなってい
というふうに思いまして、このニュース取り上げたんですが、ただユベントス簡単には出さないと思いますし、確率として高いのはやっぱりですね、前に僕がトークザフットボールで予想したデンベレでしたね。やっぱりデンベレに関してはドルトムントの新しい監督ペーターボスも明言を避ける形、何が起こるか分かんないというような風に言っていますし、もうね個人合意は済んでいて、あとはですねドルトムントをいくらで口説き落とせるかっていう、そういう状況だと思います。デンベレ、詳しい数字は覚えてないですけど、確か20億弱ぐらいで昨シーズン取ってきたんで、それがね、今回の移籍の報道だと130億っていう話ですね。なんで1年間で110億円、価値が上がったっていう風に考えると、ドルトムント美味しすぎるビジネスだと思いますし、こういったね移籍金バブルがいつまで続くか分かりませんので、バルサも来年お金持ってるとは限りません。なんでそう考えると、ドルトムントとしてはデンベレの売り時今だっていう風に、デンベレの売り時今だっていう風に考えるのも、自然だと思います。こんな感じでいかがだったでしょうか。明日もお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもレオザトゥーフェイスの音楽とか、レオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は下のもっと見るから、ぜひ。